菊武清くんは日本の建築家、一級建築士、博士、福岡県久留米市出身。1944年、早稲田大学専門部工科建築学科入学。1945年に久留米記者コンペで一等。1948年に広島平和記念カトリック聖堂コンペで三等を獲得するなど、在学中からすでに活躍していた。 1950年、早稲田大学理工学部建築学科卒業。同年竹中工務店。1952年、村の森建築設計事務所を経て、1953年に菊武清くん建築設計事務所を開設。1960年代後期から70年代にかけ、独自のデザイン論である、大社建築論家、型、形を掲げ、 黒川希少らと共に建築と都市の新陳代謝、巡回更新システムによる建築の創造を図ろうとするメタボリズムを提唱する。1995年に、早稲田大学より博士を取得。早稲田大学理工学部講師、千葉工業大学教授、早稲田大学理工学総合研究センター客員教授を歴任。2000年にユーゴスラビアビエンナーレにて、今世紀を作った。 世界建築家100人に選ばれている。1970年の日本万国博覧会では、エキスポタワー。1975年の沖縄国際海洋博覧会では、アクアポリスを設計し、1985年の国際科学技術博覧会では、マスタープラン作成委員として、B ブロックの会場計画及び外国館の設計を担当。2005年日本国際博覧会では、 総合プロデューサーとして会場計画を担当するなど日本国内で開催されてきた国際博覧会にも深く関わってきた。他にも地方博覧会では1988年の奈良シルクロード博覧会でハード担当プロデューサーを務めた。2011年12月26日、心不全のために死去。83歳没。 1960年代の後半の数年間、菊竹の事務所に勤めた経験を持つ伊藤富夫は、菊竹を、おそらくこのような狂気を秘めた、建築家が今後現れることはないだろうと高く評価している。日本を代表する、建築家、菊竹清聡氏が、死去83歳建築運動、メタボリズムをリード産経新聞2012年1月5日、閲覧。 読売新聞2012年1月10日文化面、菊竹清里氏を痛む伊藤富を、ありがとうございます。